色鮮やかで繊細な描写、今にも動き出しそうな躍動感あふれる構図。この作品は今から300年前に生まれた絵師伊藤若冲が描きました。時は江戸時代、華やかな文化が大衆に広まった平和な時代に若冲は人気を博していました。その若冲が現代の日本で空前のブームになっています。今なぜ若冲が人々を虜にするのか、その答えは絵の中にありました。若冲の魅力、それは緻密でリアルな表現です。若冲は庭に鶏を飼って毎日観察しながらその姿を描きました。一羽として同じものはなく、羽の一本一本、模様の一つ一つまで緻密に描き上げています。そして鮮やかな色彩、例えばこの白は色を塗るだけではなく、色を重ねたり線や点で描いたりすることで質感、輝きの違いを表現しています。若冲が描いたと言われている作品が静岡県立美術館にあります。デジタルの時代を予感していたかのような描き方をしています。この作品、まあ、何よりも特徴的なのがその描き方、マス目描きというふうに言われることが多いんですけれども、この屏風の大画面をですね、細かなマス目で区切りまして、一つ一つ別々に色を塗るという特別な描き方をしています。マス目の大きさはおよそ1センチ。その中がさらに2色、3色に塗り分けられています。このマス目を屏風いっぱいに並べることで、この絵は描かれているのです。それはまるで光の点の集合体で映像を描き出す現代のデジタルディスプレイのよう。300年前を生きた若冲は、現代に通じる革新的な表現を編み出していたのです。日本を代表する最先端のデジタルアートを数多く手掛けているチームラボも、若冲の世界観をデジタル空間上に描いた作品を発表しています。若冲が作り出した独自の世界観は、今再び私たちに驚きを与えてくれます。